緑営業所名古屋市営バス緑営業所は、愛知県名古屋市緑区兵庫1丁目301にある、名古屋市営バスの営業所である。最寄りのバス停留所は、緑車庫であり、主に緑区東部、天白区南東部に担当エリアを持つ。当営業所は、名古屋市営バスの営業所で唯一、名古屋駅や栄、金山などの中心部発着の路線を受け持っていない。また、 地下鉄東山線に接続する路線も存在しない。なお、東系統はイノシシュダカ営業所でも運行を担当している。1998年の再編で43の支線を延長し、地下鉄原、島田住宅、島田緑地南平張住宅平張上の池天白消防署地下鉄原という循環系統に仕立てたのが、もともとの現11。 である。この、現11はそれまで行き止まりだった、島田住宅や平張住宅から先へ路線を伸ばしたことによって、平張の運転免許試験場の前をバスが通ることになったのが、画期的であった。2011年の再編で、精神の蔵2丁目で経路を分割して、それぞれを地下鉄特殊芸と延長する形に変更、西側は、従来の 現11、東側は、地下鉄平張発着に変更して、徳重11、と名乗ることになった。同時に、夜間に1本存在した、地下鉄原発島田住宅、平張住宅経由天白消防署止まりという、区間便が廃止された。両系等とも、毎日1本程度の運行。現11、は、現12、や、徳重13、 とは、大根層以南の経路が異なるため、方向膜には、大根層、地下鉄原、または、大根層、地下鉄徳重と表示される。徳重11は、口述の、平張り11の地下鉄平張側における、保管路線としての役割も持つ。同系統とは、奇襲点が同じだが、平張運転免許試験場以南の経路が異なる。 2018年1月4日から2021年春頃まで平張り運転免許試験場の建て替え工事による敷地内の駐車場閉鎖による増強運行が行われている。徳重11は口術の平張り11と同様に平日と日曜日に限り平張り運転免許試験場の敷地内に乗り入れるようになり、 始発便から15時まで毎時2本に増便となった。平張り運転免許試験場への利用者が多いため、特殊毛11の営業係数は良い方である。現11も地下鉄より圧倒的に早くかつ安く現役と特殊毛役を行き来できるため黒字系統である。2021年4月2日をもって平張り運転免許試験場の建て替え工事が終了に、 ともない、平らり運転免許試験場停留所が廃止となり、2021年5月9日を、もって、増強運行も廃止まった。2016年4月より、現11に新たに、大根総東、高島一丁目停留所が新設されている。統計等は、地下鉄原駅と緑が、丘公園との間を、地下鉄、徳茂駅経由で結んでいる。緑が、 岡公園に乗り入れる系統はこの系統のみである。旧番号は43。2011年の再編までは地下鉄原白土という本線系統が存在したのだが、同じ終点を持つ野波12が徳重12へ変更されて白土域に統一されたため、役割分担のような形で、こちらが緑が岡公園域にほぼ統一された。また、 再編前には、本が運行できない朝などに、徳重小学校折り返しの区間便も存在したが、この時に廃止されている。本は、名古屋市の都市計画に基づいて開設された、公園墓地である緑が、岡公園へのアクセス路線で、1991年の再編で設けられた。公園が開園している7時から19時の運行である。出入。 は2011年の再編までは、熊の全経由だったものが、現行のものに変更された。朝夕のみの運行であるが、特に、本、が運行できない、時間帯は、出入、のみが運行される。部分的ではあるが、徳茂巡回、の地下鉄、徳茂糸における、保管の意味合いもある。2001年春までは、 緑が、岡公園停留所が現在とは異なる位置だったため19時以降も緑が、岡公園域が運行されていた。地下鉄桜通線とも接続するようになった2011年度以降、黒字を維持している。日中における、本、は、平日が、毎時2本程度、と休日が、毎時1から2本程度の運行である。地下鉄原地下鉄徳茂では、徳茂13、 本を保管し、量統と合わせて、約20から30分間隔で運行している。2011年の再編までは、地下鉄原発議便と、野波住宅発着便がそれぞれ毎時1本程度、走っていた。2017年3月の緑が、岡公園付近の道路開通に伴い、緑が、岡公園口から、 緑が、岡公園会館緑が、岡公園の経路が従来より変更されている。林は、本、の経路のうち地下鉄、特殊芸南のみの区間運行であり、春季及び、秋季の悲願及びお盆の菩薩用に、と休日の午前中にのみ毎時1から2本、程度追加運行される。2011年の再編までは、の波み12、 市の定期便を増発して対応していた。本系統は、地下鉄平張駅と愛知県運転免許試験場、緑区東部住宅地の白土や、地下鉄、徳志駅を結んでいる。1998年の再編以前の、系統番号は、45。昭和40年代は、名古屋駅坂井今池青柳町や後と、高知という町大路線だったが、 地下鉄鶴舞線の開業に伴い徐々に短縮されて、最終的に荒池平張り住宅となり、1998年の再編で、系統番号が、平張り11になった。2002年の再編で平張り住宅から、先が延長されて、地下鉄平張り博土地下鉄平張り、高地、地下鉄平張り博土という系統ができた。2011年の再編で、 白戸発着便は、区間延長されて、平張り11、市となり、荒池発着便は起点を、地下鉄平張りに変更と同時に、現11の再編で切り捨てられた平張り上の池、地下鉄、原の経路を保管するように延長して、平張り12、となった。循環便は一部区間が切り捨てられて、平張り11、市に統合された。 平針ラ11、出入りは2014年4月の改正で新設された系統で、緑営業所への出入庫便である。停留所の場所と営業所の車両で入り口の関係で、緑車庫の一つ手前の神の蔵発着である。2015年4月の改正で、平針ラ12、デ、が2本のみ新設された。平針ラ12、の新設により荒池停留所は、 中間停留所となったため、長年使われてきた展開場は廃止されることになった。なお、1991年の再編で45の一部の便が地下鉄平張りから日清市内を経由して梅森層まで運行するようになっていたが、1998年の再編でその区間は三木本号1の一部になっている。土曜、休日の日中は、 平針11、オが、毎時3本程度、平針11、死が、毎時1本程度の運行で、特殊11、と合わせて12から3分間隔、平針12、は、毎時1本程度での運行である。また、白土異星では、経路が完全に重複する、特殊12、白土南異星では、赤池駅から来る、 名鉄バス、豊明団地線をそれぞれ保管している。2017年4月の改正より、平日日中の平張り11、市は、毎時2本の運行となっている。2018年1月4日より2021年春頃まで、平張り運転免許試験場の建て替え工事に合わせて、一般駐車場が閉鎖されることに伴い、2021年4月2日まで、 平日と日曜日の18時までの全便が試験場の敷地内に乗り入れていた。同時に増便も行われた。敷地内に乗り入れる便は、平張り、住宅、地下鉄平張り方面、平張り運転免許試験場、平張り運転免許試験場100度、地下鉄、徳重方面の順に転車していた。2021年4月2日をもって、 平張り運転免許試験場の建て替え工事が終了に伴い、平張り運転免許試験場停留所が廃止となり、増強運行も2021年5月9日をもって廃止となった。平張り11は、徳重11より、遠回りではあるものの、途中区間のみを含めた利用者が多いため、営業成績は良い。平張り12、輪は、 名古屋市農業センターでしだれ梅祭りが開催される、時の土休日に限り地下鉄平張りから農業センター北に手運行される。1993年に新設された46位が1998年の再編で野波発着に変更されて野波14となり、2001年の再編で野波住宅まで延長される。2003年までは、 もろの木止まりであった。なお、平日の朝に、平手始発、野波住宅行きの臨時増便が出たこともあった。2011年の再編の素案では、島田一津山地下鉄小生産なる子緑が、丘、藤田保健衛生大学病院となる予定で、系統番号も、あよい11、となる予定だったが、利用者の要望を踏まえた結果、起点を、地下鉄なる子北に、 変更の上、ナルコ16となった。本系統は、東営業所のみが担当しており、野波営業所は担当しない。2013年の改正で、横吹き付近の道路の一部開通に伴い、従来の横吹き経由から、若干変更されて、大浸水経由となった。平日と休日ともに一部の便は、ノンステップバスでの運行となっている。日中は、 平日が約40分ごと、土休日が約60分ごとの運行である。2021年4月3日より平日は、従来の約30分ごとから減便となった。全域間同士の所要時間は、徳茂駅で、徳茂13、や、名鉄バスと地下鉄桜通線を乗り継ぐより、若干長いが、中村区役所方面へ行く場合は30円安くなる。 2018年10月10日より、藤田保健衛生大学病院停留所は、施設名称変更に伴い、藤大科大学病院停留所に変更された。2011年の再編で、野波15を変更した系統である。素案では、あいおい12となる予定だったが、当初のあいおい11が、なるこ16となったため番号が繰り上がった。 多くの系統が発着する地下鉄鳴子北に乗り入れず、愛川二丁目から逆方向に進んで地下鉄小生産、大根草を経由し、島田住宅へ向かうのがこの系統の特徴である。地下鉄愛宵山産を経由する系統は本系統と還元位置のみである。野波み15は書類上は48の再編ということになっていたが、もともとの区間は、 鹿児山西から先の区間しかなく、野波住宅滝の水公園は75、そこから先は47のルートで鹿児山西へ向かっていた。運行本数は平日の朝夕を除き毎時1本程度。一部の便はノンステップバスで運行。折は地下鉄小生産22時59分発台、清水駅1本のみの運行。 大清水付近の経路変更について、48の経路、及び、野波十15の当初の経路は大清水小学校を取り囲むように4分の3周し、終点の大清水バス停で、客扱い終了後改装となり、大清水西交差点からもと来た道へ合流して野波方面へ戻り、加護三世の展開場で休んでいたのだが、2008年12月に、 加護山西展開場を廃止し、水港公園の東側に、新しい大清水バス停と展開場を設けることになった。このためバス停名が変更され、鳴海町砂田が、砂田はじめに、大浸水が大清水さんに、水広下池が水港公園に解消している。東京棟は、地下鉄徳重と白土の間を、愛知県道36号処理名古屋線経由で、 結んでいる。1994年の再編で新設された41を前進とする。当初は野波止まりであったが、翌年の1995年に展開場のある野波住宅まで延長される。1998年の再編で野波12となったが、2011年の再編で経路の大部分が、 地下鉄と重複するために、野波住宅地下鉄特殊下が短縮され、同時に終点が白土に統一される。同時に、地下鉄特殊下まで延長された、平針り11の支線と同一経路となったため、同系統を保管し、また特殊側折り返し便としての意味も強くなっている。本の日中の運行本数は、毎時2本程度で、平張り11、と合わせて、 約20分間隔で運行されている。2011年の再編前は野波住宅、発着便が毎時2本程度、地下鉄原発議便が毎時3本程度を走っていた。再編後は一旦緑車ことまりは存在しなくなったが、新たま12、三木なる子1、徳重13、徳重14、などの出入庫という役割も担っている。市は、徳重巡回。 が運行されない、時間帯に、保管の意味で1日4往復のみ運行される。2011年の再編まで、平張リ11の循環便が走っていた一部区間をカバーしている。中型バスで運行。なお、本とほぼ同じ経路を、名鉄バス、豊明団地線が1から2時間に1本程度通って、降り、保管している。 出入は2015年4月の再編で新設された区間便である。事実上、地下鉄特しげ緑車庫の改装を客扱いした漢字である。利用者は少ないが、1から2時間に1本程度運行されている。統計等は、地下鉄原から地下鉄特しげを経由して、緑区南東部の諸の基地区と結んでいる。2011年の再編までは、現13。 さらに1998年の再編以前は46を名乗っていた。2011年の再編後に系統番号が変更された理由の一つは地下鉄、徳繁折り返しがメインとなり地下鉄原まで直通する便が減ったためである。同時に地下鉄桜通線との競合を避けるために従来のホラ街地下鉄、 上沢経由から桃山住宅経由に変更し、地下鉄、徳志芸北は、現12、と、同経路となっている。長年、諸の木までの運行であったが、これはこの先が、豊明市に入ってしまうためである。2003年に名古屋市と豊明市の間で調整がつき、藤田保健衛生大学病院までの乗り入れが可能となった。この時、諸の木バス停にあった。 展開場は不要となったため廃止されている。2013年からは横吹付近の道路の一部開通に伴い、従来の横吹経由から若干変更されて大浸水経由となった。2021年7月3日からは、諸の木口から大清水とは逆方向の振動が開通したことにより地下鉄、徳重発着便の一部が、 鳴海町笹塚経由に変更された。また、大清水発地下鉄徳重行きの区間便も朝一本追加されている。これに伴い新たに徳重三丁目と諸の木北公園の二停留所が新設された。所要時間は市の方が停留所数が少なく渋滞も発生しにくいため短い。折市はもともと緑、諸という独立した。 出入庫系統だったが、1998年の再編で取り込まれ、さらに2011年の再編で地下鉄、徳繁発着に改められた。ナルコ16の出入庫を兼ねて、再編前から本より若干多く運行されている。工述の名鉄バスの徳繁側の区間便としての役割もある。2021年7月以降、折市の行き先表示は、 平手、富士大科大学病院、または平手、地下鉄特重となっている。日中は、本と折市、または市が毎時一本ずつ交互に運行される。朝ラッシュは折市を中心に本数が増える。富士大科大学病院でイベントが行われる際にも折市が追加運行される。なお、名鉄バスも豊明市の前後駅から、 富士大科大学病院を経由して、地下鉄特使芸、毎時1から2本程度乗り入れており、折り位置を保管している。ただし名鉄バスは従来通り横吹き経由であり、共同運行ではない。2013年の経路変更時より、市バスの所要時間は、名鉄バスより数分伸びている。2018年10月10日より、富士田保健衛生大学病院停留所は、 施設名称変更に伴い、富士大化大学病院停留所に変更された。2021年5月25日より7月31日までの間、新型コロナウイルスワクチン接種者の帰宅を支援するために、富士大化大学病院発平手経由地下鉄、徳繁駅の最終を23時6分に繰り下げている。利用者は年々増えており二千十六年度以降は黒字である。 地下鉄との乗り継ぎ割引、経路パス、福祉特別乗車券による無料乗車などが可能であることから、名鉄バスより利用者が圧倒的に多くなっている。地域巡回バスの一つ、概ね、緑区東部地域をカバーしている。2004年から運行していた地域巡回バスの緑一巡回を2011年に再編した系統である。 同じく地下鉄徳重と富士大科大学病院を結ぶ徳重13や名鉄バスとは異なり地下鉄上沢なるこ緑が丘などを経由する大回り経路となっている地下鉄上沢を経由する系統は野波12原13があったが現在ではこの系統のみである東進の倉一丁目付近の経路は平張り11 の白土発着便から一部変更されたものである。この系統が運行されない朝夕は、現12、出入り、や、徳茂12、死、合チ下鉄、徳茂伊藤の一部区間を保管する。2018年10月10日より、藤田保健衛生大学病院停留所は、施設名称変更に伴い、藤田医科大学病院停留所に変更された。開設以来赤字であり、当初は、 営業係数が300に達していたが年々改善されつつある。緑、大臣は、三木な子一、あよい11の出入庫としての役割を持つ。緑文化衝撃上位性は、徳茂13、徳茂14と同経路であるため、これらに系統の区間便のような感じである。徳茂交差点を直進するために、地下鉄徳茂には乗り入れず、 地下鉄とは、緑文化小劇場で接続となる。2013年4月より若干ルートが変更され、諸の木口を経由しなくなった。平日3往復と休日4往復のみの運行。緑、地原は2014年に新設され、地下鉄原発儀の系統への送り込み便として運行される。熊野前、北から地下鉄原までは、現11。 同経路であるため、同系統の視線のような形である。地下鉄原への送り込みは、基本的に、現住に出入り、によって行われており、本系統は、本数が少ない。2011年の再編前は、緑車庫と島田一つ山や島田住宅、平張住宅を結ぶ、出入庫系統も存在したが、大半の経路で、地下鉄と重複するため現在は、 通常の階層で送り込んでいる。また、上記の通り、現13特重13の地下鉄、特重折り返し便はもともと出入庫系統であった。車庫前に設置されている。名古屋市営バスのほか、名鉄バスも停車する。2011年の再編までは、新たま12など多くの系統が出入庫のために乗り入れていたが、再編後は大清水発着便を除いて、 地下鉄、徳重止まりに短縮されている。車庫への出入り口は営業所建屋の東側にある。そのため地下鉄徳重から来る出入り小瓶は停車できるが、地下鉄平張りから来る出入り小瓶は停車できない。もともとは、日産ディーゼル製の車両で統一されていたが、入札制の導入や営業所の再編により、現在では他メーカーの車両も多数配置されている。 この営業所には2013年まで市バスコ古産の N-257 が所属しており、主に神宮11系統で使用されていた。配属されている車両は以下の通りである。ワンステップバスは配属されていない、またツーステップバスは配属していたが、同交通局がノンステップバス化を完了させるため、2017年3月をもって廃車となっている。 ウィキメディアコモンズには、名古屋市営バス緑営業所に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。